どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。1月9日のオファストライブに、なんと、妖怪ウォッチ2真打ちのボス妖怪、日野神こと、レベル5の日野社長が登場したんですけど、その中で、小学生が今、日野神に聞きたいこと。まずこれ、コマさんの風呂敷の中身は？これめっちゃ気になりますよね。僕も知らなかったんですけど、日野神答えてくれました。なんと、生活必需品が入ってるみたいです。具体的には、歯ブラシとか、人間に化けるための葉っぱとかが入ってるみたいです。コマさん旅してますもんね。さらに、こんなことも暴露してくれました。今、妖怪ウォッチには、ジバニャンコマさんっていう主役級の妖怪がいるんですけど、それに次ぐ主役級の妖怪が今後出てくるみたいです。どんな？その妖怪の名前は、無理壁、ムーリー教えてくれませんでした。今後も妖怪ウォッチ目が離せないずら。今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。